君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、学校であった怖い話、7週目続きをやっていきましょう。7週目で合ってますよね。ん ?6 週目かもな。んちょっと待ってください。はい。多分6週目。やっていきましょう。というわけで、今回ね、最後の週になるので、まだ選んでないのはホストさんなんですね、1話目。やっていきます。やあ、どうも。細田智春です。モンソル君って言ったよね。いやー、君も実に運が悪い。この学校に入学してしまうなんてね。この学校はね、霊の宝庫だよ。霊はある一定の場所に集まるという話を聞いたことがあるけれど、まさにここがそうだよね。この学校は1学年に500人近くの生徒がいるマンモス高校だから、ちょっとやそっとの事故があってもおかしくはない。ってことは3学年で1500人。けどね、その事故ってのが普通じゃないんだよね。異常なんだよ、はっきり言って。みんなは気のせいだと言うけれど、やはりただごとじゃないことは霊感の強い人間ならわかるものさ。僕は正直この学校に来るものかどうか悩んだよ。入学試験の時から感じていたからね。異常に強い霊気をさ。僕も人並みの霊感は持っている。けれどあくまで人並みだ。その僕がだよ。強い霊気を感じたんだ。全身に鳥肌が立つほどの霊気をね。正直言って試験はあまりできたとは思えない。みんなの方がよっぽど点数は上だったと思う。それでも僕は受かったんだよ。驚いたよね。合格発表を見た時は。その時思ったんだ。僕はこの学校に呼ばれてるんじゃないかと。だから運命だと思って諦めた。他の高校は一つも受からなかったし。正直この学校に来なければ高校浪人だ。それは嫌だし家族も許してくれないしね。こうなるようにずっと、昔から決まっていたのかもね。で、実際この学校に入ってみると、まあそれなりに住みやすかったよ。慣れたっていう方が当たってるかもしれないけど。でもね、あの入学試験の時は本当にすごかったよ。霊気が漂うのが目に見えるんだもの。あれほどの霊気はこの学校に初めて来たから感じられたのかもしれない。とても試験になんか集中できなかったな。周りで普通に振る舞っている連中が信じられなかったな。そうそう。その時僕以外にも同じように真っ青な顔をした奴がいたんだよ。名前なんて言ったっけ?確か中野くんって言ったっけな。気が弱そうでおどおどしてる奴だったな。でもあれは僕と同じでむせ返るほどの霊気に包まれて気分が悪かったんだ。きっと彼も僕のことをそう思ったろうしね。休み時間に目があったんだよ。すると彼はちょこんと頭を下げて僕に手を振るんだよ。僕も慌てて手を振った。怖いですね。すると彼は席を立って僕のそばに近寄ってきたんだ。どうもこんにちは。僕も答えた。近くで見ると人懐っこそうなやつだったよ。僕は仲の良かった連中が誰も見当たらなくてね。何人かはこの高校を一緒に受けに来ているはずなんだけど、なんせ広いから。一人で心細かったって気持ちも少しはあったんだ。多分彼もそうだったんだろう。僕たちは気が合ったよ。すぐに仲良くなれた。今の試験どうだった?ダメ、全然できなかった。僕も。そんな他愛もない話をしていたら、すぐに休み時間は終わった。僕も彼も、この学校全体を包む不思議な霊気に気づいていたけれど、それについては少しも触れなかった。2時間目の試験が終わると、中野はまた僕のところにやってきた。トイレ行かない?ああ、僕も行こうと思っていたんだよ。実はさっきから我慢してたんだよね。試験の問題を解くよりも早く終わらないかと、ずっと時間ばかり気にしていたんだ。きっと彼もそうだったんだと思う。休憩時間はあっという間だからね。混雑するだろうから急がないと、時間がなくなってしまう。僕たちは早足でトイレに向かった。あ、僕たちが叫んだのも足を止めたのもほとんど同時だった。そしてお互いに顔を見合わせたのさ。君も見えるのかい?僕は彼の言葉に黙ってうなずいた。僕はそこに信じられないものを見てしまったんだよ。何を見たと思う?わあ!トイレからたくさんの手が伸びていたんだ。初めての BGM。おいでおいでをするように、何十本というたくさんの手がトイレから出てるんだよ。トイレの中が見えないほど、ものすごい数の手がひしめき合っているんだ。
それはすし詰めになった満員電車から我先に降りようと人々が小さなドアにひしめき合う光景に似ていたよ。ただ違うのは、そこに人はいなく、数えきれないほどの手しかなかったということさ。手は何かから逃げようとしている風にも見えたな。あれは人間のものじゃない。間違いなく霊だよ。トイレの前には人が溢れ返っていて、みんな順番を待っていたけれど、僕には信じられなかった。あんなトイレによく入れるものだとね。どうする？僕はびっくりした。中野が僕の顔を心細そうに見るじゃないか。彼にだってあの光景が見えているはずなのに。それとも、彼の目には違うものが映っていたんだろうか。どうするって言われても。そうは言ったものの、我慢できそうにない。漏れてしまいそうだ。個室しかないんですね。なーに、あれだけの人が入っているんだ。僕は、あれは僕の錯覚に違いない。僕は自分に言い聞かせたよ。でも恐怖は消えなかった。どうする？中野はもう一度聞いてきた。どうしよう。1、トイレに入る。2、我慢する。3、他のトイレを探す。いや、普通に考えたら他のトイレ探すんですよ。はい。なんでそれで行きます。3、他のトイレを探そう。まだ時間はあるよ。わかった。子供みたいに彼はうなずいた。幸い階段を1階分降りたところにトイレがあったんだ。空いていたし、僕たちは即飛び込んだよ。それがまずかったんだ。トイレに入った瞬間、体の前面にぐにゃりと異様な感触がした。目の前には何の変哲もないトイレの中の空間が広がっていたのにね。でも確かに、胸や腹をまさぐられる感じ。このトイレの中には目に見えない透明な手がいっぱい生えてるに違いない。そう気づいた時の僕の気持ち、想像できるかい？ショックなんてもんじゃなかったよ。あの気味悪い手が目に見えないこともあるなんてね。多分情けない悲鳴を上げたと思う。両手をブンブン振り回して全速力で飛び出したよ。我に帰ってみたらすぐ隣に中野が座り込んでた。無事だったんだね。なんとも間抜けな言葉だけど、あの時はそれ以外思いつかなかったんだ。僕は中野を助け起こしながら言ったよ。教室に帰ろうってね。トイレには行きたかったけど、もうあんな目に遭うのは嫌だったんだ。彼はやっぱり黙ってうなずいたよ。僕たちは結局トイレを我慢して試験会場に戻ったんだ。3時間目はもう試験どころじゃなかったよ。油汗が滲んできて、早く終われってそればかり願ったさ。途中で試験を放棄しようかとも思ったほどだった。僕はもう試験なんかどうでもよくなって、歯を食いしばり、ずっとうつむいていた。気が遠くなりそうだった。その時、突然斜め後ろでガタッていう音がしたんだ。うつむいたまま目だけ開けると、中野が震えながら手を挙げていた。先生、トイレに行きたいんです。引きつった顔で声が震えていた。試験中にトイレに行くことは、この学校では許されないんだ。あ、そうなんだ。トイレに行く者は試験を終了した者とみなされ、次の試験の時間まで会場への入場も許されない。君の時もそうだったろう。カンニング対策とはいえ厳しいよな。確かになんかあんま覚えてないけどそうだった気もしますね。僕はちらっと中野の答案用紙を見たけど、ほとんど何も書いてなかった。彼は今にも泣き出しそうな顔をしていたよ。よっぽど我慢していたんだろうな。まあ僕も似たり寄ったりだけど、よっぽど僕も席を立とうかと思ったさ。あ、飛ばしちゃった。僕は中野がトイレに行ったことが逆に励みになって頑張ったのさ。そういうパターンありますよね。間違いでもいいから、とにかく答案用紙を埋めるのに必死になったね。不思議と試験に集中すると我慢できたんだよ。新発見だったね。僕が答案用紙を埋め終わるのと同時に終了のベルが鳴った。僕は急いで席を立ったよ。トイレへ走る人たちに混じり、僕は走った。1、さっきのトイレに行く。2、他のトイレに行く。さっきのトイレ行ってみましょうか。でも、何も見えなかったもんな。1、その時、僕はよっぽど焦っていたのか、他のトイレに行くなんて考えは少しも浮かばなかった。もっともあのトイレが一番近かったしね。あ、そっちじゃなくて手があった方かな。それにこれだけ人がいるんだから、もしトイレから人の手が伸びていたとしても大丈夫に決まっている。僕はそう言い聞かせながらトイレに急いだよ。トイレに手はなかった。不思議と、あれだけトイレを包んでいた霊気まで消えてなくなっていたんだ。
まるで何事もなかったようにね。僕は真っ先に飛び込み、用を足した。すっきりしてふと思ったんだ。中野がどうしたかをね。彼はあの試験が終わるまで試験会場に入れないわけだから、どこかで待っているに違いない。トイレのあたりにはいなかった。まあいつまでもこんな不気味なところにはいないよな。3時間目の後は昼休みだったので、僕はいろいろと探したのさ。けれど中野の姿は見当たらなかった。もっともものすごい人だったから、僕が見落としてたとしても不思議はない。中野だって僕のことを探していたかもしれないからね。すれ違いってこともあり得る。僕は仕方なく会場に戻り、そこでも彼の姿を探したんだ。だけど彼は見つからなかった。そして彼の姿が見つからないまま、4時間目の試験が始まったのさ。彼は戻ってこなかった。彼の席は空席のまま、試験は続けられた。試験が始まると、途中入室も許されない。彼はどこに行ってしまったのか、そのまま試験を放棄してしまったんだよ。僕は変な胸騒ぎを覚えた。もしかして彼に何かあったんじゃないかと。4時間目の試験が終わり、気になってもう一度あのトイレに行ってみたのさ。わあ、するとどうだ。またあの手がトイレから伸びているじゃないか。風になびくようにゆらゆらと揺れながら、手は僕のことを誘っているようだった。そういえば僕はトイレをよく探そうとはしなかった。もしかしたら中野はまだこの中にいるのかもしれない。なぜかそんな気がしてならなかった。確かめようか。どうしようか。1、トイレに入る。2、トイレには入らない。どうしよう。迷うなぁ。まあ、入らない。いや、入ったら絶対バッドエンドだ。まあ、一旦入らないでみようか。はい、入らないでみます。僕は怖くてトイレに入れなかった。中野には悪いと思ったけど、僕は立ち去ろうとしたんだ。ところが、誰かが後ろから僕の手を掴んだ。中野か？無事だったのかと言おうと振り返った僕が見たのは。ああ！君にも想像がついてるだろう。そう、トイレから伸びた長い長い手だったんだよ。手はぐいぐいと僕を引き寄せる。その中、あの中に入ったらいけない。手、わかってるのに、が抵抗できないんだ。蛇に睨まれたカエルってああいうことを言うんだろうな。入り口から溢れ出た手が僕を手招きするように揺らめいた。その手の間に僕は引きずり込まれたんだ。妙にすべすべして柔らかな手たちが、うわっと群がってきて僕の体を包んだ。僕を抱え撫で回し、押さえつけ、引っ張るんだ。なんていうか、気が遠くなりかけたよ。その時声が聞こえたんだ。ひどいよ、っていう細い悲しそうな声。同時に目の前の手がスッと引っ込んだ。ぽっかりと空いた空間に恨めしそうな顔が浮いていた。中野だったんだ。手に囲まれて本当に顔しか見えないけど、あれは中野だ。たくさんの手の、たくさんの指が、まるで触手みたいに顔の周りを張っていた。中野が口を開いた。ひどいよ。僕を見捨てようとするなんて。そう聞こえた。僕たち友達になったんだろう。一緒に行こうよ。どこへと聞こうとした僕の鼻と口が伸びてきた手に塞がれた。もがこうとしても全身を押さえつけられて動けない。死んだらたくさんの手の中の一本になるのだろうか。遠のく意識での中で、僕はそんなことを考えていた。細田さんの話が終わった。でも、この話は変じゃないか。だって話が本当なら、細田さんはトイレの手に襲われたはずだ。それなのに今ここで、こうして話をしているんだから。やだな、細田さん。作り話で怖がらそうとしてもダメですよ。作り話？細田さんが静かに言った。作り話だと思うかい？この部屋はさっきからこんなに薄暗かっただろうか。細田さんは半分影になって、なんだかとても不気味に見えた。本当にこの学校には危険なものがたくさんいるんだよ。君たちも取り込まれないように、せいぜい気をつけるんだな。言い終えた細田さんの姿が、スーッと薄らいだように見えた。そして煙のようにゆらゆら揺れながら、薄暗い空間に溶けて消えてしまった。え、消えちゃったの？え？細田さんが消えた空間を見つめたまま、誰も何も言わなかった。世界中に僕たち以外いなくなったような気がした。そんな。
なんか恋愛の時によく使われる表現ですけどね、世界中に僕たち以外いなくなったみたいな。その時、派手な音を立ててドアが開いた。飛び上がった僕たちの前に頭をかきながらホスタさんが登場した。いやーごめんごめん、日直の仕事が長引いちゃってさ、もう始めてた。これが本物のホスタさん。じゃあさっきまで話をしてたホスタさんは何者なんだ。顔そのまんまだ。黙り込んだ僕たちの様子にも気づかず、ホスタさんは嬉しそうにニコニコしている。さあ続けてよ、僕もとびっきりのやつを用意してきたんだ。ホスタさんにはもう聞きましたよ。と言っても信じてもらえないんだろうな。さて次は誰にしようか。いや怖っ。怖いし、すごい途中気になっちゃったけど言えなかったのが、中野くんの顔の周りに手がバーってある最後のシーンあったじゃないですか。すごいなんか手の間に挟まってパーティーしてるような、はしゃいでる顔をしてたから、すごいちょっと違和感を感じちゃったんですけど、ちょっとね、気になった人は巻き戻してみてください。というわけで、6週目第1話終わりましたので、また次回お楽しみにしていただけたらと思います。よかったら高評価、チャンネル登録などなど、あと再生リストでね、過去文など見れるのと、学校 S プレステ版もやってます。ちょっとずつ選択肢変えているので、よかったらそちらも見てください。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。